今回は丸夫婦というリズムの面白いバリエーションを見つけたんで紹介していこうと思います。ダラブッカとかフレームドラムとか、そうですね、まあ、カホンとか他の楽器にも応用できると思うのでよかったら見てってください。丸夫婦っていうリズムがありますとか、っていうリズムがあるんですけど、アラブパーカッションは左手をこう連打、まあスプリットハンドって言われてる手を分けたりして連打したりとか、あとレクダとこう指でこう複数叩くことができるので、装飾音を非常に入れやすい楽器なんですよね。なので例えばマクスームってリズムがあったとしたら、これを右左でオルタネートにするわけですね。トクタクツクタクトクツクタクツク。でそれの左手を変えるだけでずっと右左っていう、まあ左を2連打に変えるだけで今みたいな、フレーズが作れるわけなんですよ。で丸夫婦というリズムですね、これでそれをやろうとするとっていう指順になるんですけど、とつたつたつとくとくとくと口で言えない、そうなるんですけど、これの入れ方だとスピードに限界が結構早く来るんですよ。あ、もうきついね、もうそう無理なんですよ。でじゃあどうするかって考えた時に、のところをつまり倍にするんですよ。さっきのはちょっとこう全部3倍にしてたんですけど、それを2倍、ちょっと遅く、音符を広くするのかな、広くする、日本語わかんない、そう、つまりそういうことですだったのをにするわけなんですよ。がなのでちょっと余裕が出ます。でこれをトク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 6塊になったので6塊になったのでえっ、ー、と右1回左手2回のフレーズに変えることができると。で最後のドツドツタツドツドツタツのタツの部分、そこをまたその2回のところに3つを埋め込む、3つなので右手1発左手2発にすると全部右左左右左左右左左の指順のまま丸夫婦っていうのを打つことができるんですよ。なのでさっきやってたタツツタツツタツだとスピードの限界がもうきつい、ここくらいだったのが今の音符の入れ方、6個6個3個、332のところを、663にすると、スピードに対応することができます。でここで難しいポイントなんですけど、332の3とタツタツの、3のところを倍にしたところよりも最後の3のタツのところに3を入れた3の方がちょっとだけ遅くなるんですよ。もうちょっと遅くするとなのでちょっとだけ難易度が高いです。そこでちょっとうって我慢しなきゃいけない。ただこの、やり方を覚えれば結構アップテンポの丸夫婦でも左手、右手1回左手2回の連打で埋めることができるので、もしできるようになると結構バリエーションとして面白いと思います。